海流級駆逐艦は19世紀末に新国海軍がドイツ帝国のシーシャウシャで建造した水雷艇駆逐艦の艦級である。海下級駆逐艦と呼ぶ資料もある。4隻が建造されたが、全艦がギワダ団の乱で露飼され、イギリス海軍、ロシア海軍、フランス海軍、ドイツ帝国海軍に1隻ずつ編入された。 日清戦争で壊滅した新国海軍の再建計画でドイツのシーシャウシャに発注された。新国海軍はそれまで本級同様に魚雷を主要兵装とした艦艇として水雷砲艦、飛雄等や水雷艇を配備していたが本級は同国にとって初の水雷艇駆逐艦であった。建造所のシーシャウシャにとってもドイツ初の国産水雷艇駆逐艦である。 S90 に先立って建造した艦級である。艦型は当時急速に広まりつつあった従来の水雷艇を大型化する発想の設計である。構成の船体で、艦首は波除けを良くするため亀の甲のように甲板が突断面となったタートルバック型を採用2本の煙突を備えた。速力は32ノットと高速で、特に後に ロシア海軍に編入された、レイチェナントブラコフは33.6ノットに達して、ロシア海軍最速の軍艦であった。建造時の兵装は、3ポンド単装速射砲6機と、甲板上の45センチメートル魚雷発射艦2門を装備した。1898年に4隻が浸水し、翌年までに竣航して、深刻に配備されていた。 しかし、1900年6月17日に、ギワダンの乱の戦闘が始まった直後、8カ国連合軍により露覚され、戦利品として、イギリス海軍、フランス海軍、ロシア海軍、ドイツ帝国海軍に一隻ずつ分配された。戦利艦4隻とも、露覚地点であった王庫にちなんで、各国語の代行を意味する艦名が命名されたが、間もなく、ロシア海軍の艦は、 レイチェナント・ブラコフと再解明されている。ロシア海軍のレイチェナント・ブラコフは日露戦争の旅順の戦いで、ドイツ帝国海軍のタークルは第一次世界大戦のチンタオの戦いでそれぞれ失われた。シーシャウシャの宣伝資料に掲載された本級の絵。海祭と海青の後ろ身については逆とする資料もある。ありがとうございます。